過去の大規模な国際行事に対しまして、核セキュリティの面で各国を支援してまいりました。今後アメリカがどのような行動になるかも見通しがつきにくい状況でございます。世界の脅威になっていると思います。IA は北朝鮮の核計画の監視、それから今後の政治不正が許せばサウスカの再派遣など、JCPOA についても日本はこれをしっかりと支持してまいりたいと思います。